はい、ということで札幌市内の商業施設デパートですね、季語の前に来ました。場所的にはこっちが北に行くと札幌駅、大通公園ですね。でこっちが田貫工事、それからすすきの方面ですね。ちょうど大通公園とすすきの間ぐらいに位置するピボという昔からある札幌の商業施設です。今年はオリンピックと、コロナの影響もありまして、札幌市内のビアガーデンが軒並みクローズとなっている中ではあるんですが、こちらピボの中ですね、こんな感じで、ビアガーデン開催中ということで今日行ってみたいと思います。検温検温検温、緑の枠出ましたら、はい、あ、はい、ありがとうございます。こちらの下から写真入れますのでお願いします。おととしここで写真撮りました。そうですね、毎年やっぱりこう絵画が変わります。絵画変わりましたっけ、はい、そうでしたっけ、覚えてないや。翼がありました。翼ありました。 あった、翼あった。マジで朝日スープチュア、空港のランチと同じです。こうやって本日1杯目の神の水行かせていただきたいと思います。いや見てください、この黄金色に輝く神の水、一つ炭素を飛んだ三十歳、わー、感じは好好喝ね。あざす。じゃあもう早速ちょっと一口だけ、人人天堂 I'm in the heavenあ、屋根付き、やったこれサラダですかね、はい、チョレギサラダとか、あ、チョレギサラダ、あ、ちゃんとセパレートで分かれてる、いいですね。キムチ、枝豆、ご飯に、これはメインのラム肉、これ3人分のお肉ですよ、これで、はい、そうです。すごい、あ、俺ちょうど下手だわ、我ながら、はい、マジで下手だわ、やります、ほい、はい、ほい、この上げるタイミングは経験がいるというか、あ、もういいんじゃないですか。じゃあこっちも上げますよ、サラさんのやつも上げます、はいはい、うわー、そして私のやつもいただきます。ではちょっと間髪入れずにいただいてみたいと思います。はい、読んじゃうか。入口即化，真的蛮好吃的，没错，没错。啊，说到北海道夏天的必吃，果然还是羊肉啊！パラダイスじゃ。現在昼の3時30分ですね。まだ全然お客さんいない。こんなにもゆったり、あまり混雑してない中で、通気換気もすごくちゃんとできてる中で、昼からお魚飲めるの最高っすね。いやー、今日もジンギスカン心行くまで楽しみました。ビールも飲み放題で、しこたも飲んだんですけど、まあ、まだ酔いの口、夕方5時半ということで、ここからまだまだパトロール続けていきたいと思います。